こんばんばはプロロダクトローンチ広島の久保です今日はですね、えー、自宅の方からこのメッセージをこの深夜にですね取らせていただいております皆様へのメッセージとしましてはあの弊社がですねプロダクトローンチ広島が7月からですねまた広島で勉強会を定期開催して、えー、させていただきます、えー、もう数々のね、まあ、実績といったらおこがましいんですけども、まあ、弊社のですね 行ってきたことを今度はね、ま、えー、セミナーという形、勉強会という形で、まあ、座談会のようにお茶を飲みながらゆっくりとね、まあ、講義みたいな形じゃなくてお伝えできればいいかなと思います。まあ、今回からは通信を主に使っていきたいなと、Facebook ライブっていうのがね当時はなかったんでそちらの方を使っていければいいなと感じております。まあ、ここでやっていくのは主にですねコミュニケーションの伝え方のトレーニングです。世の中のトラブルのほとんどはですね。 コミュニケーショントラブルから起きる誤解がなければ全てがスムーズにいってるんですけども疑心暗鬼になったり間違えた伝え方をしたり、まあ、例えば SNS でですね文字だけでコミュニケーションを取ろうとした時にちょっと不快感を、ね、感じさせてしまったりこれ全て誤解なんですよね。誤解が起きなないような インターネットのツールの使い方、Facebook の使い方、メールの使い方、文字の書き方、画像の使い方、動画の作り方、こういったものを中心にですね、YouTube のスキルですとか、コピーライティングのスキルですとか、デザイン画像の作り方とかね、さまあ、様々ありますえ。テーマは伝え方ですね、誤解されない伝え方というやつですか、トラブルのほとんどはコミュニケーションから起きる、ね、誤解に起因しているということですね。まあ皆さんももね、もしあの 思い当たることがあれば誤解なくあなたの気持ちが伝わればあなたは絶対に集客もできますし人気になりますし、まあ、いわゆるモテる状態になるわけですよモテる状態になればあとは何でも売れるようになりますまずここからやっていきましょうというメッセージを、ね、今回はお届けしようかと思いますそれでは深夜までね皆さんお疲れ様でございます明日も早い方いるかもしれませんけども頑張っていきましょうそれでは7月ね皆様とお会いできる日を楽しみにしております失礼します